こんにちは、講師の古川ひろこです。柴田ガスバーチャルガス店デリシャスクッキング、ここでは最新ガスコンロのグリルで冬に向かって旬を迎える里芋をメインにしたグラタンをご紹介します。五選の絹乙女、地元野菜で多く出回る小松菜を今日は使用いたします。ではホワイトソースを作っていきます。今日は市販のホワイトソースの缶詰に牛乳を混ぜて簡単に仕上げていきます。ホワイトソースの缶詰は缶から出したら泡立て器で軽くほぐしておきます。牛乳を少しずつ加えてダマにならないようにしましょう。滑らかになるまで混ぜれば OK です。電子レンジで柔らかくした里芋、皮を剥いたものです。こちらを粗く潰していきます。このようにまだ大きな塊が残っている状態で OK です。こちらのココット、直火にもかけられます。こちらで具材を炒めていきます。ニンニクは油が温まっているところに入れると一気に焦げてしまいますので、油が冷たいうちに入れましょう。ニンニクのいい香りがしてきたら、玉ねぎを加えます。では続いてこちらにエビとベビーホタテを加えます。軽く塩コショウをします。白ワインを加えます。このようにエビが全体に赤く色づいてきたら火を止めます。里芋を具材の上に広げていきます。里芋は粗く潰すことで、ソースと馴染んでとろっとした部分と里芋のホクホクした感じが残っている部分、両方楽しみながら召し上がっていただくことができます。下茹でをしておいた小松菜です。今日は小松菜を利用しましたが、柴田市名産のオータムポエムやアスパラガス使っていただいても美味しくできます。ここに先ほど作っておいたホワイトソースをかけます。チーズを散らします。粉チーズです。グリルで焼いていきましょう。ではいよいよグリルで加熱していきましょう。ここがニコットポイントです。リンナイデリシアのグリルを使用すると余熱いらずで短時間でムラなく綺麗に焼き目がつきます。お店のようなご馳走感が出ます。グラタンを焼いていきましょう。グリルの点火をします。こちらのつまみで火力の調整ができます。今日は上下とも強火で行います。時間の設定、こちらの上向き下向きの三角ボタンで行います。はい、グラタンが焼き上がりました。グリルを開けてみましょう。はい、里芋と小松菜のシーフードグラタンの完成です。いかがでしたか？今回利用したザ・ココットは
直火もグリルに入れても OK なので、手軽にグラタンなどを作ることができます。ぜひお試しください。